花火まであと10分もないからな。場所取りに移動する人も多いだろうから、しっかり手を握って。望月。てえな、どこ見て歩いてんだよ。あれ、なんだ当たりじゃん。いいのいいの、こいつ頑丈にできてるから。それより一緒にその辺見て回らない？部活ってことは女子高生？やっぱな、ういういしい感じ出てるわ。まあ慰謝料代わりって言うとあれだけど、お兄さんたちに付き合ってよ。あんまりしつこいと怪我しますよ。こいつこう見えて柔道の黒帯持ちなんで。マジか。なんだよお前、そういうことは早く言えよな。いや、明らか嘘でしょ。彼女もポカンとしてんじゃん。遅くなって悪い。人混みを通り抜けるのに手間取った。何もされてないな。泣きそうになるくらいならもう俺のそばを離れるな。なるほどね。部活のメンバーと来たとか言ってたけど、彼氏と抜け出してきたんでしょ。だからそこの彼だよ。恋人的なあれ？何？返事保留してるとか？そうなのか。そうだったのか。全然気づかなかった。いつからだ？俺、昨日はお前と喋ってないけど。うん、もう分かったからいいよ。だな、漫才見てる暇あったら別の子探すわ。嘘だったのか。なんでもない。さっさと桐生先輩たちのとこに行くぞ。